こんにちは。モロッコへ来ようと考えているアーティストの皆さん、モロッコのいいところは、まず物価が安いところ、それから、特にこのテトワンは観光地でもあるんですけども、単なる観光地ではないので、町に住んでいる人たちがあまりこう客引きをしてこなかったりとか、とても自然にしてくれるところ、それから食べ物が美味しい、で自然がすぐそばにある。でここのグリーンオリーブアーツスタジオはちょっとした専門学校みたいな感じで、地元のローカルなアーティストも出入りしているので、そういう出会いがあったりとか、もちろんあのエキシビションの展示会やりたいということであれば、それも面倒を見てくれますので、でここは滞在施設がついていないので、スタジオの他に、まあ、ホテルなのか、僕らはホームステイを選んだんですけれども、アパートに家賃払って1ヶ月住むとか、いろんな方法が選択できるので、まあ、相談してみてください。で語学ができなくても、まあ、英語が多少できれば、オーナーはアメリカ人なので充実したビジネス生活を送れると思います。ぜひ、申し込んでみてください。モロッコの女性はとても可愛い人が多いので、男性にはおすすめかもしれませんあと、宗教の関係で写真を勝手に撮ったりしちゃいけなかったりとか、ちょっと日本ではあまり気づかないようなことがここでは多分になっていることもあるので、そういうことを学ぶ意味でもすごいいい場所だと思うので、ぜひ考えてみてください